今までクライアントワークの撮影などでは、これはね、この FX30 に XLR のトップハンドルをつけて、でこのゼンハイザーの MKE600 をつけてね、ショットガンマイクとしてつけて、まあ、インタビュー撮りをしたりとか、バックアップでね、ここから音を取って、まあ、こういうワイヤレスのマイクでインタビューを、ね、したりとかっていう撮り方をしてたんですよね。でただやっぱりこのマイクもね、ちょっと高いんですよ。今4万ぐらいだと思うんですけども、でそこでね、今からこういう XLR のマイクを買おうかなって思ってる人にちょっといいかなって思う、製品がね、 XLR のマイクがシンコのものなんですけど、シンコのね D2 っていうショットガンマイクがあります。これのね、まずいいところが、こんなねケースに入ってくるんですよ。しかも結構頑丈なね、いい感じのなんかカーボン調のケースです。そして中にねついてくるのがこのマイクの部分ですね。でこのマイクのね、このカプセル中に入ってるんですけど、そこでね音を拾っていくんですけど、これがやっぱり長ければ長い方が、まあ、より多く遠くの音がね、その綺麗に取れるっていう風に言われてて、まあ、この分長いですね。ちなみにゼンハイザーどれぐらいだろう。ゼンハイザーのマイクと比べてもあんまり変わらないというか、あ、もうドンピシャ同じぐらいだね。だけどもこのカプセルの部分の長さはこれぐらい、ゼンハイザーの MKE600 よりも長いです。その集音する部分が長いということですね、うん、そして太さはね、だいたいもうほぼ一緒ぐらいなんですよ。微妙にね、こっちの方が D2 の方が少し細いです。そうそう、でこれをFX30 につけてしばらくね、クライアントワークの撮影なんかでも使ってみたんですけど、ぶっちゃけね、あの音はめっちゃいいと思います。でまずこれのいいところの、一つ目が、まずこういうケースに入ってくるからね、持ち運びなんかでも、まあ、傷なんかからもね守ることができる。そして二つ目がやっぱり一番、これ値段だと思うんですけど、Amazon の今時点での売価で25,000円ぐらいで売られてるんですよ。それでこの XLR のマイクっていうのはかなりお得じゃないのかなと思います。そして、ただね、これをそのままつけようとするとね、このソニーのこのトップハンドルのね、XLR のトップハンドル、このゼンハイザーのマイクもそのままつけるとつかないんですよ。細すぎて、ソニーの純正の XLR のマイクに比べるとね。なので、こういうスリーブみたいなのが売ってるんですけど、これ自体そんな高くないです。900円ぐらいだといくらぐらいしたんです。そんな高くないですね、はい。それぐらいで売ってるんで、まあ、こういうものをつけて MKE600 今まで使ってたんですけども、これだったらドンピシャでいいんですけど、でこっちの方だとね、これをつけても気持ちね、ちょっと緩いんですよ。なのでなんか1枚間に、まあ、ガファーテープを入れるとか、滑り止めマットみたいなのね、薄いやつをちょっと挟んだりとか、もしくはここにタイラップでこうずれないようにねしてあげるといいかなとは思います。 Anyway、 で中に入ってるものなんですけども、取扱説明書、そしてマイク本体、そしてスポンジ。このスポンジちょっといいと思うんですよね。密度がすごい高い高密度なんですよ。でこれはMKE600 とかにね、ついてるスポンジよりも、こっちちょっと目が粗い感じなんですけど、もっとなんかギュッて詰まってる感じなので、より風を防いでくれるんじゃないのかなとは思います。そして、あとは XLR のね、このケーブルもついてきます。そしてあとは、マイクのこの、アダプターですよね。ここにこう付けれるアダプターなんですけども、こんなね、アダプターがついてくるので、まあ、例えば、まあ、インタビュー撮りとかではなくて、こうスタジオ、こういうスタジオで撮るときに、もうマイクをね、こうブームなんかで、こう映らないギリギリのところにこうセットしてっていうときには、まあこういうのがね、あるといいですね。これ別で買ったり普通はね、するんですけど、これが最初からついてくるっていうのはいいかもしれないね。であとは、まあ外での撮影とかでも、カメラの上にオンカメラで、ここにマイクをつけるっていうんじゃなくて、こうブームのね、こういうポールを使ってこう音声さんとか持ってたりするじゃないですか。そういう時にその先っちょにつけるものとしてこれがあれば、ここにねブームのポールさえあればガンって伸ばせるんで、してこの辺からね
演者さんの上から狙ってあげるっていう使い方がいいんじゃないのかなと思います。で、製品のねこのクオリティなんですけど、これ真鍮でできてるんですよ。で、真鍮ってねどうやらアルミ、安いマイクとかって結構アルミを使ってるみたいなんですけど、アルミと違って真鍮ってノイズが乗りにくいっていう理由もあるようです。そしてもうほんとねすごい A 指向性なんですよ。もうここって狙ったところの音を拾ってくれる。逆に言うとこの横とか後ろとかこの辺での音っていうのは全く入らないわけではないんですけど、もうかなり抑えた状態で、入る。もうほとんどもうど真ん中もう前っていうところを狙って撮ってくれるようなマイクです。じゃあ実際にねそれがどれぐらい使えるのか、でも実際リアルに撮影で使うような環境でどうなのか、例えばインタビュー撮りをするときにこういう FX30 とかで撮ってます。で本当だったらね音声の人とかがいたらより近づけた方がいい音は撮れるんだけども、なかなかそういう現場もやっぱ難しかったりするじゃないか。一人のワンオペでやるときって自分でカメラの上にマイクをつけるっていう撮り方をすることって俺も結構多いんですけど、実際そういう環境でどれぐらい周りの音が入るのか、話してる人の声がどれぐらい綺麗に入るのかっていうのをちょっと外でテストしてみましょう。ほら、レッツゴー。はい、じゃあ今外に出てきて、実際にどんな風にねリアルな現場で使ってるかっていうのと、でどれぐらいこのマイクがね使えるかっていうのをテストしたいと思うんですけど、大輔さん協力ありがとうございます。で実際にインタビュー撮りの時とかって結構あるのが、カメラからこんな風にね演者の人までだいたいこう2メーターぐらい離れる感じとかあると思うんですよ。どうすか画角。もうちょっと下がれます、ね、もうちょい下がれる。これぐらい、はい、これぐらいが多分実際にはマックス離れてる感じだと思うんですよね。これより後ろに行くことないですもんね。それだったらもうピンマイクを使うとか、なんかブームを入れるとかっていう選択肢になると思うんですよ。でもワンオペでやってる時ってだいたい離れた状態でこれぐらいだと思うんですよね。でこれで実際にどれぐらい聞こえてますっていうのを、これをリアルに今この D2 で聞いてる音としてね、どんな感じに撮れてるかっていうのをちょっと今聞いてもらおうかなと思います。でこれあとは編集では動画の中ではゲインのコントロールだけにして、まあ、純粋にこのマイクがどれぐらい聞こえてるかっていうのをちょっと見てもらおうかなと思って、そしてあと今ちょうどねカメラがマイクがねこう正面なんですよ。で正面だけども正面でこれ一番音が綺麗に入るはずなんですね。で後ろに結構車とかも通ってるんで、本当だったらその環境音とか結構入っちゃうはずなんだけども、それが実際これでどれぐらいカットされてるのかっていうのも見たいですね。まあ、とはいえ向こう車があるんでそのか入るんじゃねえのかなとも思うけど、まあ、ちょっと A 指向性がどれぐらいなのかっていうのも試してみましょうか。ここから正面から今だんだん横にずれていった時で、でこれでどれぐらい音が変わっていってるかなんですね。今横にそうだな45度ぐらいずれたところです。ここまで実際にずれることはないと思うんですよ。実際にはインタビュー受ける人はこの正面に1人もしくはここと2人とかで話をインタビューを取るっていうことが実際多いと思うんですね。まあこれぐらいだったらいい感じに音は取れてるんじゃないとないかなと思います。45度以上もこれぐらいになってくるとやっぱり A 指向性のマイクっていうのはだんだん音が入らなくなってくると思うんですよ。ちなみに今、まあ、これはありえないと思うけど真横まで来ると音がこんな感じになる。ちなみに後ろだと、ちゃんと、これも大丈夫ですか？よくわかりますね、A 指向性が。ね、後ろの音ってそんな入らない感じだと思うんですよね。じゃあ、今まあその後ろ車通ってるところじゃないですか、その背景にね、車がいるんで、それは音入るでしょうって話なんで、ちょっとずらしてみましょうか、試しに。少しずらしてみて、そうだな。そうね、川こっちだと逆光になっちゃうから、ちょっと巡航だけども向こうからこう取ってもらって、でこっちが車の通り実は多いんだけどって言ったら今度今車がこっちになっちゃってるね。これでどんな感じか、どうすか。これで車の音ってだいぶ、横はここは車通ってるんですよね。その音は横なんで多分そんなに入ってないんじゃないかなと思うんですよ。であとは後ろ、
向こうのね橋の上のところ、あそこ結構車いるんだけど、でも今赤信号で車が止まって動かないです。あれが動いた時に実際どれぐらい音が入るかです。あ、ちなみにじゃあ信号待ちの間にね、このマイクの部分のこの長さなんですけど、これがね結構そのスポンジが厚いから、ある程度ねこれでも今ちょっとそよ風が吹いてるぐらいなんですけど、そよ風ぐらいだったら風の音は結構カットしてくれてるんじゃないのかなと思います。で、無駄にあのウィンドジャマーのデッドキャットってあの毛のもじゃもじゃなやつをつけなくていいんで、あれだとねたまに画角に入っちゃったりするんですよ、超広角のレンズを使った時に。それがこれだったらやっぱり細いから画面に映り込みがないっていうのはいいんじゃないのかなと思います。車は今動きました。どんな感じですか？いい感じにカットできてるんじゃないのかなと思います。だから撮る時に、まあこれはどんなマイクでもね、実際背景にどれぐらいそのノイズが入るものがあるのかとかっていうのを考えて撮ったらいいし、でそれを考えた時にもうこうだっていうのをピンポイントに狙って撮れるマイクだから、よりクリアな音は撮れるんじゃないのかなと思います。はい、じゃあこのシンコのねマイク D2 いいなって思ったら、この動画の詳細欄に購入先のリンクを入れておきます。あ、ちなみにねこれは XLRでしか使えないマイクです。でファンタム電源っていうね 48V の電源がいるんですよ。なので、まあ、こういうね、ソニーのね FX3、FX30 とかのトップハンドルで使いたいっていう人とか、あとは、外部であの音を取るねフィールドレコーダーみたいなもので使いたいっていう人とかにはもうすごいいいと思うけども、 3.5mm のオーディオミニジャックの方に音を入れたいっていう時にはこのマイクでは使えないので、まあ、同じくシンゴでも、D30 かなとかっていうマイクだったら 3.5mm のオーディオミニジャックに入れられるマイクとかもあるんで、よかったらねそっちもチェックしてみてください。 I hope you guys enjoy this video and see you in the next one. Peace out.